広州の電子部品地区。ここでは消費者向け商品の製造に、電子部品を利用する企業向けに、それらを売る店舗が多数存在する。企業間取引とは、製造業者と、卸売間、または卸売と、小売りなど、企業の間での小取引のこと。対象的な用語は、企業対消費者間取引、企業体政府間取引である。 英語の元の語でも和訳でも明らかにその後に続くべきトランザクション、取引なりマーケティングなりが欠落しているが意味が取れることからもはや要例として欠落したものが言葉となっている。B2 バイト取引の規模は B2C 取引のそれよりもはるかに大きい。この主たる理由は典型的なサプライチェーンの中で部品材料や原材料を扱う B2 バイト取引が多数存在するが 一方、B2C 取引は、たった一つしかない。つまり、最終製品を最終消費者に販売するだけだからで、ある。例えば、自動車メーカーは、自動車の製造のため、タイヤ、全面ガラスの原材料となるガラス、ゴムホースを、それぞれの製造業者から購入するなど、複数回の B2 バイト取引を行う。最終取引、すなわち完成した車を消費者に売るというのは、 単一の B2C 取引である。B2 バイトという用語はまた、コミュニケーションとコラボレーションの文脈でも用いられることがある。多くの企業とそのビジネスにおいて、今やソーシャルメディアは消費者との接点を得るため、B2C 取引の一環として利用されている。しかしながら企業内部でも同様の手段を利用しており、このことから従業員間での相互交流も可能となっている。 このような従業員間のコミュニケーションが生まれるときに、これを B2 倍とコミュニケーションと呼ぶ場合もある。ビジネス2ビジネスはビジネス2コンシューマーという企業と消費者間のやり取りに対し、企業間、企業体間、または組織間の電子的やり取りという別の意味の表すためにもともと生み出された言葉である。後にこの語は結局はマーケティングに関する言葉として使われるようになり、 加えて、はじめのうちは、生産材あるいは、中間材、または、資本材に関するマーケティング、市場取引を示す用語であった。今日では、企業が扱うすべての製品、サービスを説明するのに幅広く用いられる。専門学会や経済雑誌の多くは、B2 バイトよりも B2C にかなり注意を向けているが、b 二バイトセクターにおける売上や、市場取引の人員規模は、 非常に大きい。ありがとうございます。